今修正する。マイク入ったよ。あ、マジで？あ、じゃあちょっと後で修正しよう。もうちょっと修正しよう。お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。今始まってる？樹木の樹じゃない？あ、そうだそうだ。樹木の樹だ。樹の方がいいか。樹木。あれ、もう始まってるのか？始まってると思うよ。マジで？お疲れ様です。ちょっとすいません。今、バタバタしてるんですけど、お待ちください。よしよし。ラクニのページに行っちゃうから、ちょっと待って。これさあ、どこでチャット見れるの？ちょっと右がチャットで。あ、これか。まだ誰も来てないよ。まだ誰も来てないよ。ちょっと。あれ、もう同時視聴者数27になってるから来てるよ。ちょっとチャットをテストで。はい、チャット使えるのかな？投稿すればわかる。こんばんは。乃木坂女社長で検索しようか。あれ、なんかね、コメントが全然入ってこない。なんだろう。あ、来た来た来た。よかった。池田さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はーい、始めまーす。あ、ニーハオ、ニーハオ。じゃあ今日はですね、めっちゃゲストが多いっていうか、別にゲストを呼ぼうと思ってたわけじゃないんですけど、たまたま今日、まあ、うちで、カレー、ホットクックでカレー作って食べようかっていう話をしてたら、私も行きたいみたいな感じ、人増えちゃって、結局なんか総勢6人になったんですけど、まあ、みんな喋れる人なんで、まあ、ちょっと順番に出そうかな。で、6人全部出したらもう収集つかなくなっちゃうんで、お願いします。あ、こやぴー、こんばんは。こや、松尾さんじゃない方のこやぴーね。こんばんは。それいるそれ。そう、ミントさんこんばんは。ミシェさんこんばんは。吉明さんこんばんは。木田さんこんばんは。クーマラさんこんばんは。チュビーさんこんばんは。ピーターさんこんばんは。いつもありがとうございます。うん。そう。デルライさん。デルライさんは、なんか、こんばんはってお伝えしたこと初めてなんです。デルレイさん。デルレイさんは、こんばんは。はい。じゃあ、始めます。ちょっと、今日は話題も多ければ人も多いので、サクサク行こうかなって思ってるんですけど、そう。ホットクック。はい。ホットクック食べてました。さあ、今日はですね、ちょっと、ゲストの一人、池田亜紀さんが、池田美希さん。池田美希さんを、そっか、大木あきこさんと混ざっちゃった。池田美希さんが持ってきてくれた、スパークリングワイン。いわゆる、あれでしょ？シャンパンでとは言えない、発泡ワイン。シャンパーニュ地方、教えてもらったんですけど、シャンパーニュ地方じゃないんで、これはシャンパンって言っちゃダメなんですよ。で、これは、でもフランスのブルゴーニュ地方で作られている、っていう、スパークリングワインで、クレマンというそうです。シャンパーニュじゃなくてクレマンというそうです。そう、これを。筋肉マンの悪役みたいなのが。まあでも私さ、飲んでるとすごい真っ赤になるから、このくらいにしとく。これはそんなに大して入んない。そっか、オッケーオッケー。はい。こんにちは、お疲れさん、こんにちは、ピーターさん、こんにちは。そう、ゲストの予定はなかったんですけど、ミントさん。まあゲストになったみたいな感じで。はい。バンムス、ブラスコのバンムス。ガチで。あ、すごい、あ、すごい、知ってるんだ、さすが。バンムス。バンムス。じゃあ、それで。乾杯乾杯、じゃあ、今日のさ、今週の VR チャットの話が。コーナーの。ちょっとし、嬉しいことがあったからちょっとしてもいい？いいよ。なんか、昨日か。昨日実は、VR チャットのメンバーと、オフ会をしてたんですよ。うん、で、キツネ村に来ました。うん、キツネ村。キツネ村とは？なんか、岩手かな？宮城の、岩手だいぶ遠いけどね。宮城の蔵王っていうところに、キツネばっかりと戯められるキツネ園っていうのが、キツネ村っていうのがあるんですけど、で結局、VR チャットのメンバーって日本全国から集まるから、
まあなんか下は東京から上は岩手からみたいな感じで蔵王にみんな集合して、蔵王にみんな集合して日帰りで行ったんで、あの移動時間が電車と車使って往復11時間、まあ、半分だと5時間ちょっと5時間ちょい、うん、で現地にいたのが1時間半つってだから5、6時間かけて行って現地で1時間みんなと合流してでまた5、6時間帰るようなすごいほぼ移動だ、うん、そうだから可愛いんでちょっと写真を見せたいなと思う。あ、クエピ知ってるんだ。そう、クラオーの、うん、ザオーのキツネ、ね、これでこれで、そう、池田さんめっちゃ詳しいね。ちょっと写真見せる。めっちゃ可愛かった。これあの Facebook とかにも上げてない、なんていうか生の写真。 Facebook とかはさ、イケてる写真しか上げないからさ、まあ普通そうだね。そう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 、すごい可愛かったですよ。こういう、じゃあそうそう、こういう感じ。キツネめっちゃ可愛いんですよ。なんかファイアーフォックスみたいなやつか、これ上から撮ったファイアーフォックスみたいな、ロゴみたいな感じで、そう、めっちゃキツネ寝てて超可愛いんですよ。そう、オフ会、あ、そう、獅子丸さんもオフ会来ましょう。で、これは餌やり場で餌を上からあげるとキツネがもうみんなすげえ食べる、うん、みたいな感じで専用餌だ。あとなんかすごい道端で丸から、そう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 、ドキもしないみたいなキツネもいっぱいいて、そう、めっちゃ可愛くないですか、ファイアーボックスみたいで丸くなった。そうそう、でね、動画を見せると、なんかめっちゃ喧嘩するの、餌あげてるときに。音鳴ってるかな、音鳴ってる、とキャプチャーデバイスなってるんですよ、鳴ってる、うん、めっちゃ喧嘩するの、餌めっちゃ喧嘩するの、はい、そう。あとなんかキツネ村って500円払ったらキツネを抱っこして写真撮らせてくれるんだけど、なんかすごいのが、あのもう一列に人を並べて、で順番に係の人がキツネを持ってきて、順番にキツネを抱っこ用のキツネを、そう、5分経ったら次の人に渡してっていうのをずっと回してるから、キツネがさ、もう死んだ目みたいになってんだよね。ちょっとね、見せたい。死んだ目になってる。それビデオ。そうそうそう。ちょっと待って。インスタライブ持ってる人。ああ、しちゃう。インスタライブ。うわ、ちょっと、やばい。あ、ちょ。探してから。そう。見てみて。ここ。こんな感じ。いいよ。流す。すごい、そうそうそう、これは抱っこ用の衣装、そう、だから傷がつかないように上と下でこう順番にね、こうやって抱けるんだけど、なんか銀キツネがある、目死んでない、ハスキー犬みたいな、そうで、この真ん中の白いの私抱いたんだけど、多分おじいちゃんキツネで、これがいわゆる銀キツネってやつ、めっちゃ目死んでない、うつろな目をしてる、ほらもうマジキツネの目みんな死んでて、このなんか抱かれる係のキツネ、うん、でもみんな500円払って600円か抱いていってるんだけど、うん、もうどのキツネもこんな表情になってて、うつろうな目、もうなんかもうやなされるがまま運ばれて抱かれて写真撮られてみたいな、ずっとしてて、うん、でこのなんかモーちゃんっていう名前だったと思うんだけど、なんかモーちゃんはもう結構限界だったみたいで、私が抱いてるの、抱こうとしてるのに係の人を運びながら、もうちょっともう限界です、限界です、え、もうもうもうちゃんちょっともう限界ですって、ヒットポイントやばいです、そう、でもなんか係の人があもうあと1回で大丈夫だからとか、でそんなさ限界とか言われてね、抱きにくい、きついっていうか楽しく抱けない、でもうちゃんさ、こう抱いてる間にもう限界だから、もう途中で動き始めて、もここにこう爪引っ掛けて登ろうとし始めたから、でもうちゃん限界みたいですよって係の人に言ったら、もうちゃん連れて行くのかなと思ったら、うん、じゃあ分かりました、もうちゃんもう一回引き上げて、じゃあお姫様抱っこしてもらえますかとかで、もうちゃんひっくり返されて、あ、なんか立てないように、でここにもうちゃんこうお姫様抱っこのもうちゃんを抱えるみたいな、お腹上にして、そう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 、もうちゃんなんかもう諦めて脱力みたいな状態で、もう全然楽しくないの、なんかもうもうちゃん気になってしかない、もうちゃんを世話してる感じ、なんかもうもうちゃんこんなに限界なのに、うん、私のなんか人間のエゴでこんなことしてていいのみたいな感じで、で、さっきのさ、餌やり動画とかもそうなんだけど、うん、上から、多分、餌潤沢に与えてないと思うんだよね。
あ、みんながあんまりお腹いっぱいだと餌あげても来ないから。そう、だから200円で餌買って、それを上から投げ込むみたいな。うん、だもうすごい喧嘩するし、餌の取り合いで。うん、もうそれ見てるうちにさ、人間のエゴでこんなことしていいのかなっていう。なんか、シャーズダブルみたいなこと言い出してる。だから、いや、なんか、ね、人のエゴでこんな、キツネこれって幸福なのみたいな気持ちに。ああでも、すっ、臭いの。あ、獣臭い。で、何が臭いなと思ってたら、うん、なんか、実は、キツネ村がキス臭いんじゃなくて、隣に養豚場があるらしくて、養豚場の匂いが全部こっちに来るんだって。いやいや、まあ、牧場の匂いみたいな、ああいう感じの匂いが。だすごい意味が湧いて嬉しかったし、楽しかったけど、うん、なんか、キツネ村もすごい良かったけど、ちょっといろんなものが複雑に、こう、複合し合って、疲れたラッコキツネとか、養豚場の隣の匂いとか、そのもう喧嘩して餌を取り合うキツネとか、うん、いろんなものがもう混じり合って、うんなんか、西原理恵子のが SA 漫画で、阿鼻叫喚って書きそうな感じ。そう、すごい、ちょっと、まあ、楽しく、だかつ、辛い感じでした。まあ、細かくいい話で言うと、まあ、それぐらいはしょうがないのかなっていう感じの要素はあるんだけど、いろいろ組み合わさると。もうだいぶ辛い感じ、うん。でね、で、ちょっと話変わると、その、昨日、その VR チャットの、コミケみたいな即売会の大きなイベントが今、ウィケットっていうのが、うん、あ、これ日本初なんですけど、5日間、昨日から5日間開始されて、うん、で、昨日の車でみんなで移動してる途中に、あの、開会式を YouTube とかで配信してたんですよ。うん、で、もう、VR チャットの中のイベントとしては、世界最大のイベントなんで、うん、VR チャット社の社長、フィルっていう CEO とかもやっぱ来てて、うんで、その中継とかに入ってて、あ、これがそのフィルなんだ、みたいな感じで。で、それは、なんか VR チャットのフレンドで、アメリカ人がいるの、シアトルのエンジニアの、うん。で、そのアメリカ人の人が教えてくれて、隣に座ってたから車で。で、なんかその V ケットの、その、なんか、だからそのアメリカ人の人は、やっぱそう、社長の動向に詳しくって、うんなんか社長のフィルが、なんか個人でも YouTube ライブ始めたからって言って、うん、で、一緒に見てたのね。でもあんまりさ、見てる人少ないから、なんか私も自分のアカウントで、あの、ピチキョでログインして、コメントを打ってた。そう、コメントを入れてたら、なんとその VR チャットの社の CEO からコメント読まれて、お、ピチキョーみたいな、How doing? みたいな感じで。コメントありがとうみたいな。そう、感じで読まれて、で、その後、まあ、お礼みたいなのを、ツイッターか何かで、アカウント見つけて送ったら、VR チャットの、公式から、フォローされました。すごくない?シャンパン。シャンパンじゃねえ。発泡酒。フォローされたの。うん。すごい嬉しくって、ねえねえ、フォローされたよって、その隣のさ、シアトル人に見せたら、僕フォローされてないんだけど。裏山。すごい、暗い顔になってた。ジラシ。っていう話をしたかった。そうそうそう。結構、VR チャットの運営側、3人ぐらいいるんでね、その、うん、VR チャットハンドルとか ID がさ、うんうんうん、いや、この人、VR チャットの運営の人だ。っていう人がいて、まあ、たまに VR チャット内に現れて、うん、その運営とフレンドになったりすると、うん、すごいみたいな。ああ、うん、じゃあ CEO だから。あなた VR チャット内じゃなくて YouTube のコメント欄で。そう。よくわからない。そうそうそう。そう。でもまあね、やっぱり、今、私、前ずっと話してますけど、VR チャット内で映画作ってるじゃないですか。だからまあそれ完成したら、まあその、また連絡取って見てくださいみたいな感じでやったらいいかなと思って。そう。今日話し方かったそれだけ。うん。今週の VR チャット、そう。そう。今週の VR チャット。で、まあ、いろいろ話題はあるんですけど、まあ、せっかくゲストがね、多いんで、順番に。バーチャルマーケットはちょうど今やってるはずだから、うん。あれだよね、デスクトップでも。VR の人でもまあ。あ、そうそう、パソコンがあれば、うん、VR じゃなくて、普通にデスクトップで、VR チャット遊べるんで。VR チャット無料でダウンロードできるから、まあ、パソコンさえあれば。そうそうそう、うん、いいと思います。普通に見られる。はい。っていうわけで、じゃあ、行きましょう。ミキさん。うん、今からお呼びするのは、池田ミキさんっていう、まあ、昔からの友人で、私の YouTube の、編集してる旅動画、特に福井の、結構見られた旅動画とかにもすごい出てる。そう、サク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 って、食べる実況を受けてた女性なんですけど、2年ぐらい前かな ?3 年ぐらい前かな
2、3年前だね。彼女は、もともと、マガジンハウスの、うん、まあ、プロ編集者をずっとやってて、で、マガジンハウスを辞めた後に、慶応の大学院で、その、勉強をして、で、つい最近、なんと、ピースボートに、3ヶ月、あれ、100日間乗ってまして、世界一周に。で、私、ピースボートを身近で乗ってる人初めてだったんで、うん、その話聞かせてっていうのが、まあ、今日は集まろうっていう、あれだったんですね。というわけで、ミキさんを用意します。いらっしゃーい。そう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 。はい、池田美希さんです。はい、こんばんは、皆さん。そう、美希さんがこのね、この、クレマン。すみませんね、シャンパンじゃなくて。そう、クレマン。シャンパンのような何シャンパンのような。でもね、フランス製だからね。そう、あ、美希さん実は、うん、なんか、シャバリエだっけ？シュバリエ。あ、シュバリエですか？シャバリエじゃない、シャバリエじゃない。シュバリエっていう。シュバリエっていう、フランスのシャンパーニュ地方で作ってる、シャンパーニュ委員会という、まあ、フランスのシャンパーニュ地方で作ってるスパークリングワインがシャンパンであるよということを世界中に広めてくださいっていう団体があって、まあ、そこからシュバリエっていう称号をいただいてます。あ、そう。なので、だから本当はシャンパンを持ってこなきゃいけないはずなのに。あ、そうだよ、ね、クレマン持ってきてない。コンペティターじゃない。そうそう、うっかりしてる、うっかり。うっかりしてる。そう、そうだよね。パチ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 はい。で、いいよ、喋っても、博士とか。何か周りが、ざわざわしてますね。今日もまた、バッテリーが。うん。何？大丈夫ですか？はい。はい、はい、大丈夫よ。はい。何何だったの？あ、ミキさんの話を。はい。はい。うん。じゃあ何から話しましょうかね。ま、多分ガチで話すと2時間あっても足りないんで。足りないですね。結構もうピースボート中心に話そうかな。ピースボート中心にね。そう。まず、ピースボートの説明を。ピースボートって皆さん多分聞いたことあると思うんですけど、でもピースボートでスペース打つと、ピースボート怪しいとか、ピースボート洗脳とか、ピースボートの北朝鮮とか、ピースボート政治とか、そういうのばっかり出てくる。だいぶ検査汚染されてる、ね。そうなんです。検査汚染されてるんです。辻元清美が。そうなんです。もともとはね、今政治家のね、辻元清美さんが立ち上げた、早稲田の時に立ち上げた、国際交流を元にしている、船旅だったんです。あの居酒屋のトイレにポスター貼ってあるんです。そうです、そうです、まさに、うん、でね、居酒屋のトイレにポスター貼ってあるのは理由があって、4000枚貼るとタダで寝れる、4000枚、そう、4000枚ってすごくない？4000件だよね。4000件、4000店舗に貼る。そう、4000店舗貼るとタダで寝れるんです、ね、田舎の人とか不利だよね。田舎の人は不利ですね。だからみんな都会に出てきてやるんじゃないのかな。ピースボートセンターっていうのが各地にある。大体の居酒屋で貼ってないとこ見たことないってぐらい貼られてる。ないでしょ、うん、あれって、そっと貼って写真撮ったらダメなんだ。ダメなんです。一応許可取んないとダメじゃない。許可を取って、ポスター貼って、写真を撮って、お店の人にサインをもらう。そっか、やっぱ許可をもらってますよっていうのが。それを全部、無料で乗れる人は全クリって言うんです。全クリで私乗ってるから、みたいな。ゲームだ。そうです。へぇー。そういう感じで。1ゲームみたいな。そう。だって、船代以外に生活費が必要だから、なんか、例えばじゃあ船が200万とかだったとしたら、プラスなんか100万とかは、まあ、そんなにいらない。そこまでかかんないね。ご飯代、ご飯は全部ついてるから。そっか、じゃあ、切り詰めていったら、お小遣いぐらいですね。切り詰めていったらなんか10万とか20万とか。もう全然そんぐらいで済みますね。食べるものあるからな。で、私の場合は104日間だったから、128万円からだったんですけど、これが90何日間のクルーズだと99万円か。そんな感じ。いわゆるよく聞かれる100万円世界一周っていうのがそれ。そうです。まさに。あと部屋も、部屋によっても違うんだよね。そうなの。その99万円とか98万円っていうのは4人部屋なんですね。うん、で2段ベッドが狭い、まあ、何畳ぐらいかな。で、6畳ぐらいの部屋に2段ベッドが2つ入ってるわけ。でそれで4人泊まれるっていうのが一番安い部屋。あ、辛いよね。辛いと思うな、ね、でもね、私二人部屋に乗ったんですね。ね、ちょっと高いの、ね、うん。ちょこっと高いんですけど、うん、相手がね、全然知らない人なわけ。だよね。うん。全く知らない人が乗ってくるから。そうでね、ミキさんのフェイスブックで、ミキさん写真もすごい上手いし、私フェイスブックでずっと追っかけてた面白いから、内容でね。実況でしょ。実況をそのずっと。最初、やっぱりそのすごいいい人だったっていう女性で、うん、
なんかすごく常識的な、すごいいい人だったっていう、みんな良かったねっていう感じだったんだけど、でもどれだけいい人でも、赤の他人だからね。すごいストレスだったわけ。それは、何がストレスなの？ポポトップ。なんかね、私一人暮らしが長いので、うん、そもそも自分の居住空間で人がカサカサしてるっていうことのストレスまず、あと一人っ子だもんね。そう、一人っ子だから、うん、なんかまずもって人と一緒に暮らすってこと慣れてないわけですよ、うん、であとその彼女がね、もともと乗ってきた時にちょっと具合が悪い状態で乗ってきて、あんまり体力が、あそうそうそう、でずっと咳をしてた1ヶ月半ぐらい。それは結構ね。3ヶ月のうちね。で、咳をずっとされるとすごい気になるじゃん、やっぱり。そうだね。うん。安心感はない。安心感ないね。うん、で、カーテンしか閉められないから、うんうん、さあ、なんか私にもし風が打つたらどうしようとか、そういうの気になっちゃうとか、うん、あとその彼女ってね、ものすごいね、規則正しい生活が大好きなんですよ。で、朝7時になったらいくら私が眠かろうが、シャーってカーテン開けるし。開けちゃうんだ。で、夜10時になったら、すいません、大阪の人、すいません、違う、電気消していいですかって言って、バシャって消しちゃうみたいな。10時早くない？そう、10時早くない？早いね。だから私は朝7時から夜10時までの生活を一応強いられてしまって、それもストレスだ。だからミキさんとかさ、やっぱり書き仕事編集者だから、編集者の人だと、ね、ライターもするからさ、22時以降もなんか原稿を書いてるっていうのが日常だったわけ、あと朝早く起きたら起きて作業を始めたいし、で夜遅くまで起きてたら今日は9時ぐらいまで寝るかとかっていうのをやりたいじゃない。寝たい、でもやっぱり彼女はすごいね、規則正しい生活がしたい人だったから、なんだ、部署帰りなのかなって看護師さんだったの。看護師さん、まあいわゆる昼の仕事をする。でも看護師さんって結構さ、不規則な生活じゃない？まあ夜勤の人もいるけど、そうじゃない事務所の人もいるから、もともとそういうね、生活を実家でもしてたっていうことらしいのね。だからその時間が一番ストレスだったかな。あとさ、なんかさ、開けっぱなしで寝るのが気になるって思った？カーテンをね、閉められるわけ。その二つね、ベッドがこう並んでるんだけど、こう、ベッドはさ、病院みたいな感じで、ベッドの周りにカーテンあるじゃん。病院の大部屋みたいな。そうです、そうです。まさにその通り。でね、最初のうちは、私たち仲良しだからとか思って、カーテンを二人とも閉めずに寝てたわけ。あ、それをスタートにしちゃったんだ。そう。そうと、私がだん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 ストレスが募ってって、わ、もうカーテン閉めてーなーとか思うけど、言えない。どうしよう、言えない。言えないっていうのもストレスになって、一週間ぐらい悩んだ後に、閉めた。ようやく閉めてみて、すみません、寝るときはカーテン閉めさせてくださいってようやく言えたっていう。私も意外と繊細だった。あなたのことが嫌いなわけじゃないけど、閉めますねっていうのを、当てつけ感が出ちゃうから。相手が嫌いだからとかじゃないもんね。そうなんだ。生活時間が合わないからが、まずかな。そう。なんか悪いなっていう気持ちにもなっちゃうし、ね。そう。でね、カーテン閉めといて、デスクでこうやってたわけよ。原稿書いてた。カタカタカタって。できるだけ音がしないようにやってたら、11時ぐらいになって起きてきて、画面、デスクトップが明るくて眠れませんって言われたんだ。もうこれはダメだとか思って、コブみたいな。そうそうそう。いわゆるノートパソコンの液晶が。そう、あれが明るくてね。でもカーテン閉めてるのに。カーテン閉めてるのに。漏れてくる光でってこと？あと、真っ暗じゃないとダメだ。まあ、あと、多少カチャカチャ音がするのが、ね。多少はね、気になる。それはね、もう勘弁してほしいなと思ったんですけど、かように知らない人と一緒に同じ部屋で暮らすっていうのはすごい。なんか、イベントとかの取材で、ライターとライターだったら、大体みんなその時間、原稿書いたり、その時間酒飲んだりとかして、生活時間がそんなに違わないから、あと気にしないみたいな人が多いから。まあ友達だったりも多いし。問題にならないけど。そうだよね。知らない人だからね。まだまださ、まだ20時、2時とかなのに、その原稿書けないから、そのまま、なんかその、下のっていうか、大広間。そう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 。だって、向こうの人からしたら、なんでも、夜の10時過ぎてんのに、なんか、パソコンで遊んでるのよ、信じられないっていうのが向こうの感じ。向こうから見たら絶対そうだと思うの。あの人なんか昼間は寝てるけど、夜になったらなんかこうしたら正しくない。夜更かしして、やらなくてもいいパソコンで遊んでて、信じられないって向こうは思ってる。思ってますよ。絶対今頃どっかで言ってると思う。なんかね、世界でこんな素晴らしい景色見たとかよりも、そういう話の方が面白くて。あ、なるほど、実際はそういうのがあるよね。そう。で、もう一つすごい困ったこと。私、編集者じゃないですか。はいはいはい、編集者、ね、なんで乗ってきたんですかっていうのが挨拶なんですよ。あ、みんなの、あ、全員の。そうそう、まずは、出会った人たちに、どこから来たんですか、どうして乗ったんですか、何されてる方ですかって、この3つの質問って絶対するわけ。で、編集者ですって言うと、まあ、
おじさんたちが多いのよ。すごい多いの。60歳以降のね。時間とお金がいるから。おじさんたちが、自伝書いてるからちょっと読んでくれませんか。自伝最初の時点でも5、6人に言われましたよ、最初の1週間。同じ編集者でもさ、マガハ出身だからさ、やっぱ大手じゃん。大手で20人以上やってますって言った時点でさ、なんか期待しちゃうんだろうね。自伝見てくれとか、うん、どっか出版できる出版社を紹介してくれとか、いろいろ言われて、もうすっごい嫌になって。仕事から離れたくて乗ってるのに。そうなの、後半にはもう編集者って言わなくなった。最初はね、自分が何者かっていうのをね、なんか、こう、やっぱ言わないとお互いさ、そう、わかんないでしょ。素性がわかんないの気持ち悪いし。ただまあ、あの、よかれやしかれ、自分の本を出したいみたいな。そう。ね、いっぱいいるよね。ある、いるんですね。暇になればなるほどね、そういう欲求が。でね、なんかね、ピースボードのいいところを言うと、一人で乗れるっていうのはすごいいいところで、あの、いろんなアスカとか、プリンセスなんとかとかあるじゃない？豪華客船。あれ、ね、豪華客船は基本ペアなんですよ。おー。一応一人料金っていうのも設定されてはいるんだけど、基本はペアで乗ってくださいっていうのがデフォルトなのね。でもピースボートは一人料金っていうのがはっきり決められてて、リーズナブルに、まあ、100万円しないぐらいの料金で4人部屋は乗れるじゃない、だから一人で世界一周したいなっていう人にはピースボートは最適ですね。あとなんかイベントが多いんだよね、イベントすごく多い。イベントもすごく多いし、水先案内人って呼ばれる結構ね、有名な方がいろいろ乗ってきて、私がすごく面白かったのが、A とかね、ああいうドキュメンタリー映画を撮った森達也さんが乗ってきた。オウム真理教のドキュメンタリー。そう、オウム真理教のドキュメンタリーを撮った森達也さんが乗ってこられて、森達也さんのお話すごく面白かったのと、あと私の好きな作家でもある、カイドタケルさんが乗ってこられて、カイドさんのお話も面白かったし、あといろんな各国のね、あの、宇宙の研究してる人とか、それこそ、あの、なんていうんですか、民族の研究してる人とか、いろんな人が乗ってきて、5、6回ずつ講義をしてくれるんですよ。それはすごく面白かった。有志で、それとも頼まれて、それは頼まれて、ちゃんとあの向こう、あのピースボートの方から依頼があった人が乗ってくるっていう感じ。あと自分で有志としていろんなイベントを起こせるっていうのも面白かった。じゃあ例えばミキさんだったら、じゃあ編集者になるためにはみたいな講座をするとか、そう、本出版するためにはこういうルートがありますよっていう、そう、こうやったの、何かそれでやんなかったの。あ、それをやっちゃったら、そう、あ、そっか、みんなまたわーって来ちゃう。そう。なるほどね。私、編集者のね、話をね、しようと思って、実は申し込むとこまで行ったのに、なんか、自伝のことをいろいろ言われたから、これやると100人単位で来るなと思って。確かに、めんどくさいっすよ、ね。めんどくさいわ、それ。なるほど、ね。でも参加はいろいろしたの。いろいろあるんですよ。あの、なんか、フェミニズムについてお話ししましょうみたいな講座をやる人もいたりとか、あと、毎日、あれ、なんていうのかな、護身術を教えてくれる人とかもいたし、また単純になんか若い20代ぐらいの子が僕と一緒におしゃべりしましょうみたいな企画をやったりとか、なんか年寄りの人が若い人と交流するようなことやりたいから手伝ってって言われて、司会のお手伝いしたりとか、いろいろ楽しいね、なんかやっぱさ、船にいる時間長いじゃない、なんか2週間さ、海しか見てないから疲れてきたって。もうあの2週間とか1週間とかずっと海なんですよ。景色なんでしょ。それはインド洋のあたりとか、インド洋のあたりとか、ずっと同じ景色なんだよね。そう、インド洋が2週間まさにかかりました。で、水平線見るとさ、上がるわけよ、最初は。最初はね。水平線見たことないじゃん。もう一面水平線でしょ、ね、すごい。なかなか、ぐるっとないよね。なかなか概要まで出ることはないけど、ないでしょ、ないで。どっちかになんか見えるもんね。もう一日で開きますから。ああ。あの、あれだよ。あの、なんか、タワーマンションの夜景と一緒なんじゃない？それそれそれ。あの、シベリアと、特急に乗って、ロシアをこうやると、最初の2日ぐらいは、すげえ広大な風景に、ものすごい上がるんだけど、3日目ぐらいから、ずっと同じかき割りが流れてるんだけど。それそれそれ、全然移動してない気がして。まさにそれ。いつになったら終わるんだろう。質問が入ってて、ニシューさんから、車椅子でも行けますかって。あ、車椅子の方実は何人もいらっしゃいまして。あの、すごくそういうところにはピースボートは気を使っていて、あの、お年寄りの方、お年寄りの方とか、足の悪い方とか、あの、親御さんをね、あの、乗せてきたりとか、もちろんお一人に乗ってる方もたくさんいらっしゃいましたよ。バリアフリー対応あり100万円だって手が届くもんね。手が届く。頑張ってね、貯金したらいけるよね。あとね、リピーターがすごく多いのも、あ、楽しいんだ、やっぱり。あのね、自分の ID カードここにぶら下げとくんだけど、何回目っていうのが2回以上の人は書かれてるんだよね。あれがね、ちょっとね。多い人は？多い人10何回目で、もうほとんど住んでるよ。なんか、あのゲームで、こう、最高レベルまで上がると、レベル1からやりますみたいな。プレステージっていうルールが。いや、VR チャットもね、一緒で、
なんか、VR で、その、初心者、上にネームプレート出てくるんだけど、うん、初心者のカラー、うん、ちょっとやってるカラーみたいな、色分けされる。トラステッドユーザーなら色が分かる。ランキングシステムだ、うん。いいね、ランキングシステムみたいな。そうそう、それがすごい面白かったね。あとはね、やっぱ若い人が3割、20代くらいまでの人が3割、うん、あと60代以降の人が7割ぐらいで、30代、40代、50代はほとんどいませんでした。やっぱ忙しいから、ね、仕事盛り。3ヶ月も休めないよね。3ヶ月休めないとね、一番忙しい時期だから。でも高級クルーズはほとんど年寄りの方ばっかりだって聞いて、うん、お金より時間だよね、うん、3割も若い人が乗ってるピースボートっていうのをなんかな若いなんていうのかなパワーみたいなのすごく感じてそれは良かったですね。さっき言ってたあの4000この居酒屋にポスター貼った人とかもあちらほら、うん、そうまあ大体若者だよね。そう、まあ、時間はあるがお金がないそう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 、うん、なんかねまた VR チャットの話になっちゃうけど、うんうん、VR チャットなお、まあ、少なくとも自分のいるコミュニティって圧倒的に20代が多いの、うん、で10代の子も結構いるの。ただ昨日その蔵王にね行った時にやっぱ19歳16歳とか、で中心人物は全員26とか7とか、うん、私と、もう一人のおじさんがもう超シニア組みたいな40代のシニア、そういう世界なんだ。そうで、まあ、VR チャットの場合は割と性別とか年齢を、うん、考えずにフラットにみんな付き合ってるから、うん、あんまりその お互い実年齢を意識せずな、うん、しない付き合いがバーチャル空間で40代の女社長と、うん、まあ19歳ぐらいがいても、うん、19歳がおいおいって思いっきり突っ込める、うん、ああそっかそっか黙れよとか言って普通に突っ込んでこれ完全にフラットな世界だ、ね、フラットだから19の男の子と会った時に、うん、初対面だったからなんかやっぱリアルに会うと敬語使っちゃいますねとかいいよ敬語使わなくてマジでみたいな感じで面白いね面白い、うん、そうでもやっぱりさそうやってはるかに年下の人たちといるとなんかなんだろうオーラじゃないけど、うん、こうなんか生き生きオーラみたいなのあるよね、うんうんうん、あるあるうまく言えないけどすごくある、うんうん、やっぱそういう子たちがいろんなね船内のイベントを取り仕切ってて、うんうん船内運動会とか、うんうん、いろんなことをやってくれるのですごく私たちを楽しませてもらいました、うん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 、そうなんかね私はミキさんが行くまでは結構やっぱピースボートの印象ってまあ、うん、あのサジェストに出てくるよだいぶこう、うんまあ、悪い意味での左寄りなイメージすごい強かったんだけど、うん、美樹さんがやっぱ Facebook で写真とともにこの日常をずっと上げてくれてるのを見てるうちにあ、なんか時間があったらちょっと行きたいなっていう気持ちにはなったんだけど、うん、大きな問題があって、うん、Wi-Fi 使えないんだよね。そうなのよ、うん、それが一番大変で ね、Wi-Fi 使えるは使えるんですけどそう高いのねもうね、P ガラガラ時代と同じ。衛星インターネットを使ってる。そうです、そうです。衛星なんですよ。うん、で、なんか私これ初めて知ったんだけど、うん、衛星って世界の、ね、空を覆うのに4つの衛星があるだけなんだって。うんうんうん、で、どの会社もその衛星を使ってるから、うんうん、まあ、どの会社と契約しようが、結局は同じ速さでしか行かなくて、まあ、普通にもうほんと P ガラガラ時代にさ、懐かしかったんだけど、うん、いろんなウェブがさ、はい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 。じゃあ上から。あ、そんなあれと同じだよ。それは無理。じわじわ表示されてる。そう、無理。超難しい。女優の顔がここまで出て、そう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 ついにおっぱいがあってとこでピッと止まる。あの時代のやつ。だってさ、私たちにとってはさ、うん、なんかネット回線ってさ、水と同じぐらいじゃん。呼吸で呼吸。そうそう。でね、それが、100分ね、2100円のパスワードを買わなきゃいけない。そんな遅いのに高いんだ。高いのよ。2100円って言ったら、あなたがヨーロッパに行った時のシムと同じぐらい。そう、あれ、12ギガだよ。しかも 4G。すごーい。そう。そう、だからね、3ヶ月で10万ちょっと使いましたね。それは、インターネット代。インターネット代だけで。やっぱメール送んなきゃいけないとか？そう、私最初の1ヶ月仕事持ってっちゃったから。ああ。どうしてもそれを送らなきゃいけない。うん、まあ、受信しなきゃいけない。きついなぁ。だから私後半ね、結構投稿が減ったねってよく言われるんだけど、あれはもう制限なんだ。制限してたんです。だって写真上げてたもんね、フェイスブック。そう。すごいな。新エモンさん、グルドンって無理だって、無理だよね。呼吸だから。呼吸だから。だって、今日どこそこに、寄稿して、この地元の、
クスクスを食べましたっていう、飯テロ写真をあげるだけで、何千円分。そうそうそう。どうかもって思うと、あげられない。何千円分で飯食うわ、みたいな感じ。私のこの投稿何千円分なんだけどと思いながらいつもあげる。ギャラ出ないのに、ね。そうそうそう。でも、まあ、寄港地に行ったら、寄港地の Wi-Fi が使える。現地の、ね、現地上の Wi-Fi が使えればいい、うん。あ、地上で、じゃあ、ミキさんの Facebook のアカウント入れとくんで、ぜひ。そう、ちょっと遡ってもらったら、うん、結構いろんな。半年ぐらい遡って。いや、だって、エジプトのピラミッドの前でラクダとか乗ってたよね。ラクダ乗りましたね。そうそうそう。だからすごい、うん、めっちゃ、あとなんか、ジャマイカのめっちゃ綺麗なビーチ。ジャマイカのビーチ綺麗だった。で、やっぱ写真がすごい上手いから、やっぱ見ててすごい楽しかった。あれどっち回りなんですか西回りでしょ、ね、西側に、日本から、うん、神戸行って、うん。そう、日本から大阪行って、大阪の次はもう、シンガポール。うん。いわゆる、ジョジョの第4部みたいな。そうです、そうです。で、こう、エジプト行って、うん、うん、っていう感じでしたね。あとね、面白かった話が、なんだっけ、結構、やっぱり、人がいっぱい集まるから、うん、なんかその、サロンみたいなとこ行ったら噂話とかすごいあるっていうの。すごいのよ。もうね、店内の噂話しか娯楽がないの。ていうか、人間が洞窟で暮らしてた3万年前から変わんないんだよ、そう。でもね、一つ思ったのが、これ、動く老人ホームだなって私は。だって老人ホーム行ったらさ、その中のことしか世界がなくなると思うわけよ。で、それと多分同じだろうと思って、私、できるだけ老人ホームに入らないように、健康に気をつけようって。ちゃんと、なんか、あれだ、予行演習をした、うん、した気がした。うん、あ、そうなんだ、うん。どんだけ高級老人ホームでもやること一緒だもんね。同じだよ。やっぱり個人で生きれるようにね、うん、しとかないとね、うん、そう。で、あの人が、あの人のこと嫌いなんだよとか、そういうような。そうそうそう。まあまあ、ゴシップみたいなこと。ゴシップ。うん、なんとかっていう人が、なんとかっていう子になんか匿名でラブレター送ったらしい。もう全部バレてる。めっちゃ面白い。そう。脅された子いますからね、一人。ストーカーで。まあ、男は女？まあ。男子。男子で、うん、ストーカーで。でもさ、テックメディアも一緒じゃん。大丈夫か大丈夫か掘り下げちゃうな、まずい。そう、ストーカーして、うん、この人からこうやってストーカーされてますって女の子が事務局に行って、何度か注意したけど良くならないんで、途中で強制下船になった人もいます。脅されたら自分一人で帰んなきゃいけない。そっから飛行機で、そっから飛行機で帰国して。手配して？そう。まださ、さ、帰りやすいとこだったらいいけど。ラバウルで降りたんですよ、その人。ラバウルって言ったら東南アジアだっけ？東南アジアだよ。パプアニューギニアだよ。っていうか、そう、あれ島流し世界一周ルートから考えると、だいぶ3分の1ぐらい。そう、シゲマさんも。もうほとんどね、帰りやすい。序盤で。だからね、ニューヨークで降りるとか、オーストラリアで降りるっていうのは勝ち組だわけ。はい。パプアニューギニアで降りてから、パプアニューギニアからどうやって帰ってくる日本に。待って、だからパプアコンってアニメあったよね。の方になるしかない感じ、うん、そうなんですよ、もう。パプア、有限にやからどうやって出るの全然わかんない。どうやって帰ったんだろう普通に空港あるから、ね。あ、そうなんあるから。あるか。うん。ウケる。そう。ウケる。あと、やっぱりね、ちゃんとした理由だと、やっぱり揺れるんで。あ、船酔いとか。船酔いのひどい人は途中でやっぱりもう耐えきれないって言って降りて帰った方とかもいらっしゃいました。ちょっとなんか、余裕のある人は、途中で一回降りて飛行機で追いかけてとかできるでしょ？できます。例えばニューヨークで降りて、うん、その間別のところを楽しんで、うん、次の寄港地のオーストラリアでもう一回合流するとか、そういうのも自由です。あ、北米観光したいから、うん、こう、まあ、満喫して、飛行機であっという間に追いつけばいい。だからその間一週間船に乗ってるよりは、遊んで飛行機で移動してきた方がよっぽどいいよ。だから2週間のさ、うん、そのインド洋そういらないよね。いらなかった。分かってからそうしたよね。もう私全然そういう知恵がなかったから。知らないからね。リピーターの人も何でも知ってるから。この先インド洋2週間の、ただ360度海しかないとこだから、うん、そこで一旦じゃあ、そこだけ現地から。そこに入る前にだったら2週間さ、海外楽しめたわけだよね。そうなの。そうなの。うん。
え、その前はどこだったの？インド洋入る前。インド洋入る前は、シンガポール行って、香港行って、うん、それでスリランカに行く予定だったんだけど、スリランカで爆破事件があったので、急遽、マレーシアのペナン島に行きました。あ、まあ、ペナン島から、うん、ペナン島すごく良かった、うん。ペナン島から、次の寄港地がエジプトなのよ。これは遠い遠い。だったらもうちょっと飛行機で移動して楽しんでエジプト通りの方がいいね。その方が良かったなって今になれば思う。それは運河を通って。運河通りました。うん、来年ほらミキさん2回目ってなって。いや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 。さすがにもうどうしよう船に住んじゃった。やばい。でもね大船やっぱ楽しかったですね。うん、まあなかなかねその世界一周船旅はできないから、できないですからね、うん、その2週間移動して退屈したっていうことも含めて、うんうん、あ地球ってこれだけの広さがあるんだなってことはやっぱ分かったし、ね、ミントさんラバウルなんて太平洋戦争漫画でしか聞いたことなくて、そうですそうです、あのねラバウルは太平洋戦争の跡地を巡りました、まあ、日本兵、うん、巡りました、うん、はい、そういったとこにも寄るっていうのがピースボートの一応平和活動っていう理念のもとなんですね、うん、もうちょっと話聞きたいんですけど、今日次のゲスト待ちなんで、はい、じゃあそろそろじゃあ皆さんまたぜひお会いしましょう、はい、あの情報入力しとくんで、はい、フォローしてください、皆さんありがとうございました、ミキさんはもうじゃあガヤに回ります、パパニューギニア、じゃあナチコさんとあやのもちょっと喋るよ、で一緒喋りましょう、うん、すごい少しほらなんか緊張しちゃうから、まあね、まずはまずはナチコさん、大丈夫ですか、どうせ博士本当に毎週出てるから、まずは山根博士喋りたいはずなんだけど、ま、今日すごい遠慮してるんだよね、まずは夏子さんね、夏子さんね、ちょっとねこっから何時まで続くか正直わからない、そう、お、どうぞ、あ、これもカメラ回ってるんですか、え、回ってますね、ライブですよライブ、あ、そっかそっか、はい、こんばんは、言っちゃいけないこと言うと取り返しがつく、一応まあ立場上はライブなので、あ、すごい、これは夏子です、自己紹介よ、はい、家電女優の夏子です、家電にめちゃめちゃ詳しいタレントとして活動してます、よろしくお願いします、もうちょっとマイクもらおうかな、お、せっかくなんで、はい、はい、わーすごい、なんか画質が、え、画質良くないですか、画質いいですよ、キャノンの喫煙のっていうカメラ使ってて、あ、なるほど、そうね、これね、はい、11-22mm の広角で撮ってるんで、割とも人がいても入るっていう、すごい、すごいですね、うん、はい、夏子の家電クリニック、そうなんですよ、私も YouTube を始めまして、よかったら夏子の得する家電ダイヤリーそう2つやってるんですよ、チャット欄に URL 今貼ります、 ありがとうございます、今日が貼ります、はい、ちょっと今私検索して貼るんで、 ありがとうございます、メッセージでもらいました、あ、マジで、メッセンジャーから取ってす、ありがとうございます。どうもどうも、この夏子の家電クリニックは私が自分でオール編集してるんですよ。おー、え、何で？え、全部スマホです。あ、じゃあ iPhone で。iPhone でパーフェクトビデオってアプリでやってます。あ、iMovie じゃないんですね。iMovie じゃないんですよ。なぜ、その、パーフェクトビデオ？なんかパーフェクトビデオの方が結構小刻みに編集しやすくって。あ、そうなんだ。え、じゃあちょっとダウンロードしてみよう。うん、そうなんですよ。そう、家電女優って。家電女優なんですよ。家電女優。URL とタイトルの間にスペースを入れた方がいい。あ、そうか、そうか。じゃあちょっと一回、一回削って、あ、いや、削らない。もう一回あげよう。もう一回。あ、いいでしょって話してください。はい、よくあの、家電芸人さんと、うん、家電芸人さんですかって言われるんですけど、家電女優です。家電芸人さんと絡むこともあるんですよね。ありますね。一緒にお仕事することもあります。家電芸人っていうと、アメトークみたいな、ああいうのね、うん、よく出てくるイメージだけど。はいはいはい。そうですね。うん、結構、ムック本とかでご一緒することが多いですね。うん、おー。キャインとか、うん、夏子さん実は師匠がいるんですけど、はい、その家電の方の、はい、まあ私たちの仲のいい安藤さんっていう方がいて、うん、はい、安藤さんはキャインと一緒にラジオとかやってますよね。はい。私は毎週火曜日、マンボヤシロさんっていう、脚本家さんと、スカイロケットカンパニーっていう番組で家電についてお話してます。うん、ああ、これなんか入らないなぁ。ちょっと一行ずつ入れるか。あ、なんかで。流れてきたよ、ちゃんと。え、いけるいける、うん、大丈夫、あ、じゃあ大丈夫。わぁ、ありがとうございます。なるほどね。そうそう。で、実は夏子さんは、うん、業界のその、はい、たくさんの人が来るイベントとかで、まあ、よく顔は合わせてたんですけど、はい、うん、あまりにも人が多すぎて、はい、なんか、50人とか100人単位の集
まりがすごい多かったから、はい、知りながらなかなか会話をするタイミングが挨拶ぐらいしかする機会がなくって、うんうん、でまあ彩乃が仲いいんで、はい、じゃあ連れていくみたいな感じで今日はそうなんですよ。彩乃さんと仲良くて最近すごい、うん、はい、それでなんかあ、今日ミキさん来るけど、ジョインする、はい、みたいな感じで、ミキさんライブに出るけど出るって聞いたら、うん、そう、出ていただけるっていう感じで。そうですね。ぜひにって。はい、そうなんですよ。もらいました。はい。ちゃんとこういうの用意してるのは、これは何なんこれは最近は。今流行りの扇風機。なんか、まだ女子高生がみんな蒸し暑いんで、うん、こういうなんかモバイル扇風機でなんか。結構今年の夏、東京でよく見て。ねえ、あの女子高生の方とかね、首から下げてますよね。これ私一押しのシロカっていうところのデザイン可愛いですよね。そう、可愛いんですよ。可愛い。これマックスにすると結構風が強くて、あ、本当だ。髪がもう見た目以上に、見た目以上にすごい。これで2700円か3000円ぐらいですね。へー、なんで今年こんなにこれ流行ったんだと思う。まあ猛暑だって。うん、だって今までもさ、いっぱいあったじゃん、こういう。おー、ほわーってなってる。ほわーって。そう、今までもあったけど、なんか今年特に流行ってましたね。うん、うん、なんでだろうね。俺が去年、香港とかにさ、展示会に行った時。いや、こんなの10年ぐらい前かあったよ。うん、その、これに近いやつは、こんなおしゃれじゃないけど。そうですね。昔からあったけど。そう、どうしたの？なんか、削除されてたから。あ、オッケーオッケー。ありがとう、ありがとう。あ、そうそう、コメントで、元カリカでおなじみのマンボウヤシロって書いてくれてます。スカロケ聞いてるって。わあ、ありがとうございます。リスナーさんがいた、嬉しい。スカロケって何ですか？スカイロケットカンパニーの略でスカロケです。ああ、なるほど。そう、いましたね。リスナーさんがいた、嬉しい。いましたね。家電のコーナーの夏子です。結構顔と声のギャップがすごいって言われることが多くて。見た目がもっと大人っぽい感じが、はい、声の質的に大人っぽい感じが。そうなんです、そうなんです。なんで、うん、私の顔をなんかラジオの後ですると副音声っぽいって言われます。なんか、あれでしょ、顔は FM、声は AM みたいな。あ、そうですね。そうそうそう。整えすぎてるからかもしれない。ああ、すごい整ってるから、はい、なんか、こう、AI じゃないけど、はい、なんか一致しないんでしょうね。うん、なんかそう。そうそうそう。そういうのはあるかもしれない。はい、あるかもしれない。私もでも今日改めてお話しして、はい、なんか思ったより大人、可愛い声なんだなって思って。そうなんですよ。そう。歌とかめっちゃ綺麗そう。いやー、でも家族全員アニメ声なんで。うん、え、お父さんも？お父さんも。お父さんのアニメ声。お父さんアニメ声って。想像力の外にある。あ、はい、うん、そうなんですよ。で、4人姉妹、プラス母でみんなアニメ声なんで。4人姉妹？はい。双子の妹もアニメ声なんで。え、今、一番上のお姉様？はい。で、次のお姉様？長女。次女。次女。私、夏子、双子の妹の秋子です。で、双子でタレント活動してることもあるんですよ。はい、それは、はい、調べて知りました。ちゃんと。あ、ありがとうございます。そう。はい。なんか多分、テレビ見てるはずです。じゃあ4姉妹、うん、?4 姉妹なんですよね。みんなアニメ声だから、すごいことになります。うん、家庭内、家庭内やすごい、ね。あれ撮ってみたいな。え、どれみたいな。サラウンドアニメ声。いけるいけるそうです、そうです。はい。お母さんで 5.1 チャンネルあんたたちうるさいわよかわいい母が仕切るっていう。はい。妹さん本出されてましたよ、ね、そうなんですよ。アイドルやめましたって宝島社さんからの本を出しまして、うん、そう、なんか増刷増印あ、すごいされてるみたいですね。すごい、はい、すごい。これがアマゾンのリンク貼っとく。長版出立の、そうなんです。え、コメント皆さんからのその一番上のツールバーのテキストってとか URL これ知らなかったんだよな。これか、はい、うん、あ、そう、シロカは自動コーヒーメーカーのイメージ。そうなんですよ、コーヒーメーカー有名ですよね、うん、アイドル読めました。これね、そうそうそう。で、私、はい、この本で初めて双子でいらっしゃったっていうのを知って、はい、で、あ、なんか家電もやりながらこういう、はい、このアイドルのルポもされてるから、はい、うん、なんかめっちゃ幅広いなって思って、はい、そうそう。妹と同一人物だと思ったってことですよね。そうです、そうです。あるあるですね。記憶力が悪いんで、はい、なんか古いミステリー漫画のトリックみたいな。名前がね、うん、なんか、アキコさんで、はい、なんか、アキコさん、
なんか、あれ、なんかちょっと違和感あるなと思ってて、ずっと、はいはいはい、名前に、夏子さんと聞いてたんで、はい、で、なんかずっと、うん、もう、あきこにすり替わってたんですよ、夏子さんのこと。はい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 、はい。名前、もうぐちゃぐちゃになってて、はい、ぐちゃになってて。元アイドルの家電女優だと思ってた。あきこさんと。はいはいはい。で、なんか、めっちゃ、のネットの、うん、その、インタビューとか読んでて、うん、やっと把握して、うん、夏子さんとあきこさんが私なんかちゃんと分離できたっていう、すいません。双子ごっちゃにしてる。そうそうそう。よかったですよ、やっと分離して。でも多分、はい、いらっしゃるかもしれないですね、他にも。ああ。そんなにいないと思うよ。すいません。でも、ちょうどさっき今日私、池田美希さん初めてお会いしたんですけど、ちょうど妹の文章を気に入ってくださってたってことを先ほど話で聞いて、で、お友達なんですねって、あきこさんとお友達なんですねって言われて、いや、双子なんですよそういうの似てるみたいな。なんで。うっかりが。そう、びっくりした。そうですよね。なんか嬉しかったです、とっても。全然違うルートで会えてたので、ねえ、はい、しかもね、プロの編集者にね、そうですね、ありがたいです、とっても、うん、はい、そう、で、主になんか何系、はい、何系がメインなんですか？活動は？活動は、うん、書き物とか、もう普通の全然普通のタレント業もやってるんですよ。うんうん、今だとそのスカロケもそうだし、うん、何でも鑑定団っていう番組、うん、出張鑑定のアシスタントをしていて、うん、週末はだいたい全国各地に飛んでるんですけど、うんうん、家電だと白物が多いですね。やっぱり冷蔵庫とか、はい、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、美容家電。あ、美容家電もやってらっしゃる。はい、やってます。家電って言ったら、ああ、それです、それです。これ、ヤーマンのめちゃくちゃいいんですよ。これ、これ家電なんですか？これは美容家電なんですけど。一応電気つくの？電気つくんだ。ここにスイッチがあって、はい、EMS? EMS。ちょっと光ってて、こうやってお腹ピクピクするやつ。電気刺激なんですけど。わかんないな。顔が結構濡れてると。なんか、ゲルマニウムローラーみたいな。ああ、結構ね、ビクンビクンってするんですよね。ビクンビクンするんだ。顔の筋肉ビクビクンする。そうです。このフェイスラインとか。ああ、でもめっちゃ綺麗ですもんね、肌もラインも。あ、でもそれはもう毎日の美容家電のおかげです。しないといけないんだ。そう、これ超おすすめです。やるわ、ヤーマン。美容家電。やらないって。筋トレは頑張れるのにそれダメなんだ。そう。うん、めちゃくちゃおすすめです、これ。肌めっちゃ綺麗ですよね。ありがとうございます。それは、特に何かその、はい、なんか高い化粧水とかでもなく。あ、もう完全にオール美容家電ですね。おー。はい、電気の力でここまで持ってくる。電気の力で。でもここまで。いるもんね。そうなんですよ。毎日頑張ってないと、おすすめできないんで。でも逆に毎日頑張ってたら、結果が出るっていうのが、伝えられるんだったら。なんか、あれだもんね、ダイエットとかさ、ビューティーサロンやってるけど、うん、なぜお前が痩せない高野ゆりみたいな状態になっちゃうわけです。そうそう。私もね、高野ゆりさんは思った。ずっとぽっちゃりしてるから。お前がやるよってなっちゃうわけだよ。でも肌綺麗じゃん、高野ゆりさん。すっごい綺麗。そう、うん。まあでも確かに、夏子さん見てたら、はい、実際にやった方がいいのかなっていう気にはする、ね。本当ですか？なる。説得力ありますかね。めっちゃある。やった方がいいんだろうなって気にはめっちゃなるんですけど、はい、実際やり続けられるかどうかっていうのは、もうあれなと一緒で別問題っていう感じに。そうですね。美容家電やっぱ続けていかないと効果がなかなか得られないから、これはでもお風呂とかで使えるから。あ、はい。水没しても大丈夫なんですね。大丈夫。水没はダメなんですけど。電気物だから。水に濡れても大丈夫です。はい。ちょっと覚えとこう。何ですかこれ？これヤーマンです。ヤーマン。ウェイビーミニですね。ウェイビーミニ。ウェイビーミニです。おすすめ。ヤーマンって、アマゾンで検索する。ヤーマンってあれだよ。うん、ジャマイカ語で、ヨーってことだよ。挨拶。そう。ヤーマン。あ、そうですよ、ね。ヨーメン。ヨーメンみたいな。みんな言うよ、ね。ヤーマンって。ヤーマン。なまってる。そう、ヤーマン。ヤーマン超便利なんだよ。こんにちは、さようなら、元気全部使える。あ、汎用性が高い。どうも、みたいな。そうそうそう。チャオと一緒、チャオと。あと最近、はい、スカルキャンディーのヘッドホン。そう、それ気になってた。ワイヤレスヘッドホン。そうですか、ノイキャン機能がついてて、見た目が可愛いんで。うん。可愛い。夏子さん似合う。うん、似合います？これ結構密封性が高くて。うん、いい音なんですけど。いい音なんですよ。今なんか鳴らしてます？いや、今流してないです。結構ノイズキャンセリング機能がしっかりしてるんで、ぜひぜひ。あ、もうこれ、つけてるだけでノイキャンなんだ。あ、一応ノイキャンオンオフがあるんですか？したらノイキャンになるっていう。そう。
なんかデザイン性が高いんで、そう、ふかふかで気持ちいいですよね。やっぱり女性だと、なんかちゃんとその身につけてて、見た目の問題。見た目が良くないと、うん、っていうのありますよね。そうなんですよ。そう。あと、今日思ったんですけど、はい、紫好きなんですか？たまたまでした。なんか服もどっちかって若干。確かに。なんか、今日オール紫、ピンク紫みたいな感じで。ハイフォームピンク。そうですね。はい。そんな感じで頑張ってます。うん、頑張ってらっしゃる。頑張っております。書くのも時々、書くのは時々するみたいな。原稿も書いてますね。ね、今、日経スタイルっていう、日経新聞のメディアとか、の方で、あとスーツーマンとか、あと単発で雑誌に書くこともあるし、いろいろ書いてますね。でも出る方がでも多いですよね、多分。そうですね。はい。あ、そうそう。出る方で、はいはい、さっきも言ったように、この YouTube をやってる感じですね、うん、今は。そうですね、はい。それも貼っとこう。あ、それでもさっき貼ったやつに。そうだよ。さっき貼った URL です。そうそうそう。ちょっとさ、出そっか、せっかくだから。まさみちゃん、こっちに出す？お。出す。これに出すからいい。YouTube。あずき色いいっすね。そうなんですよ。あずき色、あ、確かに。あずき色、なんかカシスっぽいっていうか、これすごいなんかカジュアルなファッションに合うので、いいんですよね。うん、今20本出てる。これこれこれ。あ、そうです。あ、出すことできるんですね。登録済みにしてます、ね。すごい、ありがとうございます。あれ、使えてないから。すごい、こんなこともできるんですか？そう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 。どれ？特にどれを？あ、そうですね。マッサージチェアとか面白いかも。うん、このサムネ？あえてこのサムネ？はい。え、すごい、これ、またま。そうそう、音も出てるのに。そうです。今日、これ、綾野さんが撮ってくれたんですよね。あ、そうなんだ。マッサージ機の体験。一緒に仕事してる。ハイエンドからお手頃マッサージチェアとかめちゃくちゃ高い買い物なんで。めっちゃ高い。めっちゃ高いじゃないですか。あ、これ10万ぐらいのやつだ。私もすごい迷った。あ、本当ですか？いいなって思って。はい、これめっちゃいいっすね。そういえば。そう。そうそう。そう、田町にショールームがあって、藤井良樹さんの。ちっちゃい割には、はい、すごいよくできてますよね。よくできてます。これはね、私もね、すごい迷った。お、知ってたんですね、じゃあ。うん、家電に量販店に行ったら。あなた、マッサージチェア、大好き。おー行く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 、ね、乗りほ1時間ぐらい乗る藤井良樹といえば日本のマッサージチェアの第一名そうです、そうです絶対マッサージチェアチョコするいいですよね。しかもこれおしゃれで音楽も聴けるん で、ね、で結構コンパクトだからね、置いててもそう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 、なんか圧迫感がないんですよ、うん、いい。そう、全部綾野さんがこう撮ってます、うん、すごい、綾野めっちゃこれじゃん、仕事するこういう、そうなのこういう YouTube だとカメラマンになる、それ。そうなんですよ。自分でこうやって撮らなきゃいけないから。そう、うん、確かに。36万とかね、なかなか。この辺になってくると思うね。そう。めちゃくちゃ気持ちかったですね。しまった。あ、始まった。始まった。そう。ちゃんとグルメライターと同じリアクションしてるあ、気持ちいい。やっぱりプロ、プロだ、プロだ。これはエアじゃないんですか。目が大きいから、カッて見開いた感じ。カッて見開いた感じがすごいある。そうですね。そう、これが私がオール編集している、夏子の家電クリニック。自分で編集やっぱりできると強いですよね。そうですね。でもまだまだ時間がかかっちゃうけど。そう、編集後に撮るのはいいね。だからうちもなんか、編集しなくて済む、うん、ライブにね、ちょっと逃げ気味になってしまうのは良くないなと思いながら。ね。ママの良さと編集の良さとそれぞれ違いますよね。うん、そう。今後でもね、はい、何方面行きたいとか。毎日使いたい。ああ、そうですね。でも今後はやっぱり家電に詳しいタレントとして頂点に立ちたいな。頂点に立ちたい。やぼう。思っております。うん、まずアメトークでないの？あ、そうです。アメトークさんももちろん出たいです。めちゃくちゃ。うん、ね、うん。アメトークってどうやって出れるの？誰も知らないかそんなの。ま、アメトークさんだけ。オーディション受けないのあれじゃ。あ、オーディションオーディションだ。そうですかね。そうなんだろう。でも、まあ、タレントの中で知識が一番あるだろうなってことは確信してるんですよ。うん、ああ、家電について。そうです、そうです。ずっとやってるから。はい。発表会もやってるし、勉強してるし。アメトークぐらいだと、その人じゃないと言えない、なんかひねった
コメントとか、そういう面白く話せるみたいな、なんか、芸が要求されるみたいな。なんか、切り返しの速さとか、そういう感じになってくる。うん。だから私、なんだっけ、日曜日に、サンデージャポン、うん、サンジャポン、はいはい、サンジャポンは見る、テレビそこまで見てないんですけど、うんうんうん、サンジャポンはお千代さん好きなんで、うん、まあ、日曜日ちょいちょい見てて、うん、あそこに出てる芸能人の人たちって、もうみんな化け物っていうか、生放送で、あれだけの切り返し瞬時にできたり、喋られるって、結構、めちゃくちゃハードル高いなと思って見てて、うん、だからやっぱり、そこそこ、いや、それなりに売れてる芸人さんとかでも、アメトークのオファー来たら、うん、あ、アメトークじゃないや、サンジャポン。サンジャポンのオファー来たら、ちょっと考えるって聞きました。うん、なんかまあ、司会のさ、太田、爆笑問題の太田が、ラジオで、カウボーイとか、サンジャポンのオファーが芸人とかにさ、来ると、うん、話題の芸人とかよく出るじゃない。うん、そうすると、芸人も、あそこで三振をしたらさ、もう潰されると思うから、うん、結構、ビビる。文化人とかはさ、うん、やっぱりさ、テレビが主戦場じゃないから、うん、まあ、後先ね、どうでもいいやん。そこでさ、なんか爪痕残せなくても、まあ、なんていうか、プロじゃないし。まあまあ、それが実力だなって、諦めがつく。そう。でも、タレントさんの場合、ずっと続いていくから、うん、結構大変だなって。そうですね、うん。期待に応えていかないといけないし、うん、自分を超えていかなきゃいけないところは大変だなって思います。はい。私、昔、よく一緒に、大阪にいた頃に一緒に遊んでた、安見理恵さんっていう川柳作家の方がいらっしゃって、はい。で、まあ、同世代っていうか、ちょっと上の方なんですけど、まあ、すごい、こう、綺麗な人で、はい。で、ものすごく、リアルでも人気があって、はい。すごいキュートな方だったんですよ。ほうほうほう。割と破天荒な感じの。はい。で、それで、川柳作家として、うん、なんだっけ、サンマのカラクリテレビだったかな、川柳コーナーとかがあった時があって、はい、で、その審査員側で出てたんですけど、なんかひふみさんとか、なんか、うん、何人か出てたんですけど、はいはい、やっぱリアルで会ってるとすごい話も上手いし、うん、はっちゃけキャラなのに、うん、もうテレビ越しに見るリエさんが、うん、やっぱすごい優等生っぽくなってて、うん、あんまりやっぱ爪痕を残さないから、あんま抜かれない。印象が残りにくい感じ。そう。で、うん、逆になんかめちゃくちゃな、ギャルのさ、ヤママみたいな女子高生とかの方がやっぱりすごい抜かれてて、うん、めちゃくちゃだから。まあ、サンマのカラクリテレビって変な人をより取り上げる番組だからっていうのもある。うんうん、で、多分、なんか3、4回経った後に出なくなっちゃった時に、うん、いやー、テレビって大変な世界なんだなってすごい思った記憶があります。そうかもしれないですね。まあ、でもどのお仕事もきっと大変だとは思いますけどね。そうですね。その大変さがなんかこう自分自身が商品だからこそ、ちゃんとこう、プレゼン力を磨いていって、なんかこう、キャラクターを磨いていくのが大変かなとは思うけど、まあ、楽しいですよ、全然。基本的には。はい。こう、やっぱり自分がじゃあ出られるかって言ったら、いやもう、あんなこうエンタメを提供できないっていうのが、自分の場合は先に出ちゃうから、いやなんかタレントって才能っていいんじゃないですか。はい。だタレントはやっぱタレント。なんだな、みたいな感じはすごいしてます。そうかもしれないですね。最近でもまさみちゃん出るじゃん、たまに。びっくりしたよな、小杉の音圧。さんまさんの、なんだっけ、ほんまでっかの。ほんまでっかに出た時、うん、スタジオ内での、ブラマヨの声圧がさ、うん、吹き飛ばされるかってぐらい、向こうから、すっごい声、はい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 。二回目の方はないよね。呼んでほしいんだけど。あんな修羅場は、ね、ほんまで、アメーバーテレビの方が、プライムの方がまだ緩い感じです。まあね。ほんまでっかはすごかったよ、ね。芸人さんの声の圧力ほんとすごいですよね。うん、やっぱ舞台慣れしてるするから。気合の入り方も違うし、ね。うん。まあ、まずは、夏子さんをアメトークに出すというミッションを、はい。やりたいですね、ほんと。みんなでなんとか叶えるっていう感じで。プロジェクト、はい、プロジェクト立ち上げますか。ねえ、ちょっと、夏子をアメトークに出すっていう。あらゆる手段で。そうなんですよ。でも最近そのやっぱネットの登場率が上がったんで、うんうんうん、そのテレビの人とかも何でしてくれたんですかって、その私の YouTube とか、すごい記事を見て知ってくれたりとかもしてるんで、ありがたいです。両方頑張るっていうね。はい。専門性がつきますもんね。そうですね。はい。それはそうだな。夏子さんに質問が。質問が、はい。そろそろ。聞いてみましょう。いいから。はい、まあ。マイクオフになってるから、そこら辺。この、
得する家電代理も流せます？お手洗いに。お手洗いに。得する家電代理。家電代理も。すいません。いやー。あ、綾野さん来た。今日は私、フリー Wi-Fi でございます。そう、マスコさんに質問があって、はいはいはい、なんかその出る仕事も、はい、書く仕事も、めちゃくちゃ全力で継続してやれる、そのモチベーションはどこから来るのかなっていう。はいはいはい。それはすごく知りたいんですよ。なんか、あ、はいはい、すごいマメなんですよ。インスタグラム毎日やるし、うん、ストーリーもまあ確実に、で、ブログもやってらっしゃるし、で、その合間に記事も書いて、はい。で、全部スマホでやってるんですよね。そうなんですよ。原稿書くのも。はい。動画の編集も。そう、動画の編集も、なんか、まあ、動画はね、どう、はい、あの、撮ってる、iPhone で撮ってるから、もうわかるんだけども、はい、うん、何をそんなになって突き動かすのか、ま、すごい真面目にね、お仕事、いただいた仕事をね、はい、きっちりこなすっていうのは、まあ、うんうん。まあ、当たり前のことかもしれないんですけど、はい。でも、みんなが全部やりたいことを、やりたいと思ってること全部やってるから、うん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 、本当ですか？うん。すごいなと思うんですけど、はい。なんか、嫌になっちゃったりしないんですか？でも、それで言うと、やっぱり、私、SDN48 ってアイドルグループにいたんですよね。うんうん、秋元康さんがプロデュースされている。うん、でも、解散しちゃったんですけど、その、アイドル時代にすごい精神力を鍛えられたから、そんなに大変なんですか？結構体育会系。でもやっぱり厳しい世界じゃないですか。うん、で、芸能界が厳しいけれども、アイドルって もっとポジション争いだったりとか、競争相手も多いし。そうです。うん、なんで、メンバーがライバルみたいな感じ。あ、メンバーもライバルになっちゃうのか。妹すらもですね。はぁ、精神力強くないと。そうです、そうです。なんでそのアイドル経験が非常に、なんでしょうね。綾野さんが今言ってくれたような、うん、夏子を突き動かす。すごい。いや、だって、本当に、まあ、出るお仕事メインとかね、声のお仕事ももちろん、はい、ライブ、ラジオってけど、うん、書くのすごいんですよ、だから。あ、一緒にいるときにね、スマホで書いてますもんね。一緒に帰ったときに、スマホで何やってんのかなって、ちょっとちょろっと言ったら、なんか、雑誌紙面のゲラの確認をスマホでするみたいな。そう。はぁ。しかも LINE で、全部 LINE でやってるんですよ。すごい。あとカメラマンさんのアサインもしてましたよね。そうそう。空いてる時間全部スマホ。私なんか逆にね、夏子仕事術って本を読みたい。ああ、じゃあそれも出そう。まあ、それも出そう。もちろん、続き。そう、仕事内容も、はい、まあ、もちろんね、すごい素晴らしいんだけど、うん、みんながやりたいと思ったこと、動画もやりたいし、みんな文章も書きたいと思ってるじゃない、うん、全部やってるから。そう、やるってアウトプットし続けるの一番しんどいんで、うんうんうん、なんか1回2回はできるんだよね。そっから先がやっぱすごい難しい。でもなんか芸能界って仕事が急に来て急に忙しくなったりするから、書く仕事も編集もなんか空いてる時間にやっとかないと、あ、いつでもスタンバイできる状態に自分を持っていって、そうです、終わった時に、そうです、そうじゃないとなんか例えばテレビの収録中に明日締め切りやばいとかって慣れないじゃないですか、うん、だから多分合間にやる癖がついた。先にやっちゃうっていう感じ。そうです、そうです。そっか。オチューンがどんどん流していこう。あ、そうです。これが夏子の家電ダイヤル。綾野さん、これ超気になってる。そこ欲しいの。って言ってくれまして。ブラウンの、なんか、スライドさん。あ、これ、ベジーヌードルが簡単に作れるんですよ。野菜ヌードル。そう。そう、そう。低糖質です。低糖質で。こう、要は人参とかを。紐状にして、うん、そうです、そうです、ズッキーニとか小麦粉の代わり、こっち持ってるからこっちで下だけやってほしいんです。上持ってるのこの下のベジ、そうですね、ベジのベジのするのはないんです。あ、ヌードルってことね。そう、本当に麺に抜く。あ、本当だ。小麦って食べ過ぎると太るじゃないですか。へぇ、そう、炭水化物とですね。そうです、そうです。これ最近そのムーブーさんってサイトで始めたんで、超おすすめ。へー、あ、今日と同じ服着てる。あ、本当だ。好きなんだ、やっぱり。無意識のうちに選んじゃうっていう。あ、極細カッターヌードル状で。あ、これ良くないですか、すごい。あ、すごい。そう。めっちゃ細い。やばいですよね、この長さ。そう。これすごいおすすめ。なんか池田さんからスマホのみなのは理由があるんですかって。スマホのみ撮影ってこと？スマホだけで仕事してる。あ、私がですか？いや、完全にその隙間時間に仕事をしたいからです。あ、最近でも多いよね、そのスマホだけで YouTube してきて、うん、あ、そうですね、うん、もうスマホ画質とか取り扱いの簡単さはスマホ圧倒的ですね。ホリエモンさんとかもね、そうって聞きますもんね。時短の鬼だもんね、ホリエモンさんとかね。これは、まあ、カメラマンさんが撮ってくれてるんですけど、やっぱり精神力も強い。
ない？ない。でも筋トレすると精神力上がりません？筋トレもしてる、筋トレもしてるからすごい。筋トレしても精神力は。ちょっとどうなんでしょうかね。体に弱いっていうよりか秋っぽい。うん、秋っぽい。あ、それはもう精神力とは別なんじゃないの？なんか今のうちにやっとかなきゃっていうのがない。いや。な筋トレもあともう一回いけたら前の日の自分を超えられるみたいな。あ、もうあるじゃないですか。負けず嫌いないとなんかね。負けず嫌いになりましたね。あ、なったんだ。うん。ありがとうございます。なんかゴッドタンを好きで、はい、ゴッドタン見てたんですけど、はい、セリナさん、はい、も同じグループ。そうですよ。はい。一時すごいセリナさんがすごい出てた時があって。はい、やっぱ彼女もその負けず嫌い。そうですね、負けず嫌いですけど、非常にこう、うん、なんでしょう、天真爛漫で優しくって、うん、すごい仲良しでした。あ、そうなんですね。はい、彼女のおかげで SDN がこう広まっていったところもあるので、めちゃくちゃ感謝してます。なんか、まあ、ちょっと雑な言い方だけど、うん、まあ、演者をやってる、アイドルをやってるとか、うん、タレントをやってる人は、まあ、自分が出たいっていう性格も必要だけど、うん、今時のさ、特に、この21世紀になってからって、うん、性格が良くないと、いろんなスタッフから嫌われとかしちゃって、そこ使われなくなるから、うん、結構いい人が多くなる。うん、なんか、残ってる、うん。で、昭和の俳優さんとか結構、女癖悪いとか、そういう人多かったけど、うん、なんかそういう伝説みたいな、うん、性格破綻してるけど、すごい人気あるみたいなタレントさんってかなりいなくなっちゃって、うん、みんな、ちゃんとお話もできるし、うん、すごく、思いやりもあるし、みたいな人が増えたのは、まあ、よく聞くよね。向上心がすごいですね。向上心がすごいと、使いさんが。まあでも、地道にアウトプットし続けるっていうか、そうやること以上で。インスタ毎日やって、ストーリーももう必ずアップして、ブログも開封して、YouTube もやって、もう、みたいな。それか、ブログが一つでできるだけでも素晴らしい。で、連載もいいですね。でも、いい時代だと思いませんか？だって、まあ、私に、実は15歳でデビューしたんですよ。今30歳なんで、芸歴が15年ぐらい。長い長い。で、やっぱデビューしたての時ってそこまでネットが普及してなかったから、うん、アピールするにも事務所からの仕事を待ってなきゃいけなかったんですよ。メディアに載せるまでのこの、いろいろなね、うん。そうです。商売上の仕組みがたくさんあった、うん。そうです。なんです。ひたすらオーディション頑張るとか、うん、それも、それで楽しかったですけど、うん、やっぱり今そのインターネットのおかげで、その毎日発信できる、うん、ものもあるし、だから頑張れるものがあるのは超いい時代だなと思って。あ、確かに、うん。なんか自分がやろうと思ったらツールがいっぱいあるから、そうです。あとはもうやる気と、そうやり続けられる力。あれだよ、だから今ちょうど31歳で元ミスマガジンとか、うん、あのミニスカポリス13台をやってたような人が、うん、でも私はゲームが好きだからって言ってゲーム配信を YouTube でやるとかっていう。ハゲちゃんとかもずっと配信してるもんね。うんうんうん、で、それは、それを理解できるとかさ、うん、好きなファンがちゃんとついて毎日見るみたいなパターンがあり得るわけだから。なんかゲームといえば、初音ちゃんみたいな感じで、うん、その東京ゲームショウの、あのソニーのブースの。うんうん、まあ司会も10年以上はずっとソニーの司会を続けてやってるから。うんうん、あるよね、うん、そういうの。そうなんですよ。だから強みを、まあ夏子といえば家電みたいな感じで、その強みを発信できるのは超いい時代だなと思って、うんね。むしろネットがなかったら私どうなってたんだろうみたいな。とは結構思ったりします。だからその辺の個人の活動に対するその事務所からの制限とかそんなにない感じなんですか？応援してくれてますね、とっても。素晴らしい。はい、うん。すごい。逆になんか、応援されなかったら寂しいですよね。そうですよね。なんかこう。そういう会社あるのかな？なんか、うん、すぐ制限されちゃうとかね。ねえ、うん。はい。勝手なことするなとか言われる。まあ、女性声優さんで、うん、ツイッターのアカウントとか、うん、その、YouTube とかを割と控えめにして、うん、少しまあ、なんだろう、ミステリアスな戦略でいこうみたいなことやってる人は何人かいるんだけど、まあそれは今だと割と珍しいなって感じだよね。普通に声優さんのさ、2期生さんのツイッターのアカウント持って、ファンとかとリプライをし合ってるっていうのはまあ割と大多数だったかな。そうですね。やり続ける。反省。私もちょっとやり続けてるよ。それは趣味やろ。VR ちょっとやり続けてるから、ほら、本国の。CEO とかと繋がりそうそうそう、素晴らしい。逆にいやらしいこと言い出してくる。そっか、そうですね。なんか、見た目の雰囲気より、もうすごい芯が、ものすごくしっかりして、本当ですか？嬉しいです、とっても。
そのもう15年間ほらもう演者として頑張ってきたっていう実績の上で、ね、そういう自分には何ができるかみたいな、プラスアルファの特別性みたいなのをね、うん、はい、うん、そうですね、まずアメトークですね。やぼうきた、やぼうきた、やぼういい、まずアメトークから。偉い人来てますか。ごめん、ティチキョチャンネルそんだけ力ないんだ。なんかあなたは個人的に業界の知り合い多いけど、別に。テレビ業界あんまいないなぁ。ただ、じゃあ何がどう面白いのかって聞かれて、これができます。あの例えば綾野みたいに中華スマホとか自撮りだけはもうめちゃくちゃ熱を持って言えます。中華スマホのモノマネなら。うん、スマホのスマホテレとか出たじゃんね。何でしたっけ？あ、ね、出てましたよね。ニュース番組。あとニュース、日テレのニュース。LINE の、あれは、三上さんのバーターなんで。もうテレビはね、高速時間なくて。ねえ、こんだけしか出ないけど、このぐらい高速されちゃうからね。よっぽどネットでやってた方が。でも、アフターはね、早いよ。行って、終わってすぐ出られる。で、あれだよな、六本木ヒルズから乃木坂まで、ね、ハイヤーで。ハイヤーで。あ、すごい。でもさ、うん、私たちさ、歩いて帰れる距離だから。あ、確かに。ハイヤー一瞬なんだよね。え、なんかもったいない。どっか、なんか、どっか遠いと。リムジン。いい車でさ、送ってもらえる。言えば大阪とか仙台とか。あ、そっか、遠くに行ってくれる。本当に、ね、そうそう。ヒルズの方がね、までね、行ってたよね。いいな。俺ら数百メートルしかない。全然楽しくないよね。一瞬で着いちゃうっていう。すごいですね。そこはすごいですね。いやね、私たちはやらしい話しかない。しょうもない話しかない。しょうもない話しかない。あ、それはちょっと、ちょっと後でね。三上さんと同じぐらいじゃないかな。三上さん、一ミヤネみたいな、なんか、ミヤネ屋出るのが、まあ、後で言いますけど。あ、まあ、でもそういう感じ。そうそうそう、そういう感じ。文化人やっぱ安いのですね。やっぱり。あ、そうでしょうね。って言ってたよ。私でも、なんかメイクしてもらえるからそこが好き。ああ、確かにね。メイク室でね。うん。プロのメイク室。プロのメイク。そう、でも私やっぱり、私、打ち合わせですごい盛り上がっちゃって、本番全然思いつき症候群。本番全然。ディレクターとの打ち合わせが一番最大に面白い。盛り上がって、もう同じ話できないんですよ、だから。プロじゃねえだろ、それ。あんなになんか初めてかのように同じ話を何回も何回もできるから、うん、あれこそプロの演者なんだね。あなたもあれじゃん、自分の滑らない話はさ、もう、もう何回も聞いてる。100回ぐらい擦ってるけどさ。もう何回もさ、なんか別に自分の中でも終わってる話というかテンションが。打ち合わせ先からお金を借りて帰ろうとした話とかさ、もう100回ぐらいするじゃない、うん、うん、結構ね。うん、お財布持たずにさ、出るからさ、打ち合わせ先のお客さんのところでお金なかったら帰れないと思って。電車賃がなかったんですよ。で、すいません、電車賃貸してくださいって。お客さんに。そしたらなんか、まあ、とりあえず危ないから、このぐらい持っときなさいって2000円借りたの。うん、いいですよって、電車賃だけで言ったんだけど、うん、持っときなさい。まあ、2000円できたって思って。とりあえず今日モーニングの発売日だっつって、漫画のね。コンビニで。週刊モーニング。なんか80円のさ、モーニング買って、で、まだ全然あるからご飯食べよう。620円。ご飯食べたい。そう、それで、そこのビルの中に入った、とんかつ屋に入って、で、モーニング380円じゃない？で、そのとんかつ定食は税込み1620円。あ、これでちょうど食べられるって思って、で、全部なくなっちゃってね。全然食べれないじゃん。そう、で、仕方ないから、もう、お客さんとか行けないなって思って。それは、そうだね。2000円使い切ったら、あと1000円くださいとか言えないじゃん。どうしたんですか？どうやって買って？いや、だからもう、駅員さんに行って、お金貸して。最初からそうしれ。っていうか、1620円のとんかつ食うなよ。ちょうどこれで、私天才と思って。380足す1620だ。ただの詐欺。詐欺。そう。まあ、そういう話とかね。食わないでも帰れるでしょ。うん、まあ、でもなんか、お金あったから使えたひどい。気持ちが大きくなったね。気持ちが大きくなった。それです。気持ちが大きくなった。電車賃をじゃあ、逆算して取っとかなきゃいけないし。食べるもん。だから、食べちゃダメでしょ。帰んなきゃ。うん。地元で食べなさい。とんかつ食べたかったの。
さて、じゃあそろそろ、ね、あ、そうだね。お時間もある。はい。いや、もうなんかさ、もう一度お、そうだね、お知らせをもう一度させて。そうですね。いや、なんか私今日 YouTube の生配信って初めてやったんですよ。はい、はい。生。あの、インスタライブは何度かあるんだけど、うん、なんかすごい自由な感じで楽しいですね。あ、よかった。このチャンネルだけかもしれない。このチャンネルはね。そうですね、うん、最後になりますが、あの YouTube で、この夏子の家電クリニックは自分で編集している私が使ってる家電を頑張っていて、こっちはムーブーっていうサイトで、夏子の得する家電ダイアリー、そして白物家電とか美容家電とか、なんか流行りのものを使ってますので、どちらも、はい、どちらも頑張ってるので、ぜひチェックしてください。あと、インスタとか、ツイッターとかも、あの、綾野さんが言ってくれたように毎日更新して。すごいだから、一日フォローしとこう。そうですね、インスタはもう一日。私のじゃないわ。そうですね。あなたそう、なんか、はい、カルマっていうか、なんか、もうあの、タスクにしてるんですよ。そう、5なんですよ。その一日一回絶対やろうみたいな。うん、すごい。5になってるんで。すごいよ。あの、インスタとツイッター。インスタは、夏子アンダーバー家電。です。夏子で、ツイッターは最近ようやくなんか1万人を超えたんですよ。おお、すごい。結構超えてる。ツイッターはね、夏子アンダーバーツインズです。双子なのツインズ。そうなんです。映るかな、ツイッターは。これですね。これを刺すと画面が出せます。あ、そうだね、そうだね。出せます。ありがとうございます。これ、あれ、ピチピチさんにコピペしてもらうんだよ。そしたらね、すごいすごい。コピペ。え、なにこんなことできるんですか？ピピしない。あれ？あ、出た。コピペしてもらったらリンクが貼れるんですか？あ、そうだね。こんな感じで。わぁ、すごいすごい。なんやこれ。これさっきあげたやつですね。そう。これ筋トレ写真。URL くれたら。どこに？フェイスブックページ、うん、ページ、フェイスブック。あ、ありがとうございます。夏子の2が S がなる。え？私が今、もう一度送り出しました。うん、でそう、最近はね、セミナーとかも頑張ってるんで。講演する。講演してるんで、セプロンつけて。すごいのが、なんか毎日。すごいね。すごいんですよ、なんかもう。伝える。情熱ってのが。情熱だよね。でもさっき、前にお話しした時、やっぱり読者の顔が見えると、読者に伝えたいことがある。私、読者のこと、何でも考えちゃう。人のことは何も考えない。自分の話したいことだけを。自分の話したいことしか、だからだ。はい、ありがとうございます。そう。言ってた、夏子さんがね、読者が見えないと、書けないと。読者さんの顔のために書いてるから、読者さんが見えないと書けない。私なんか、目からコンタクトレンズつけてないけど。長んですけど、みたいな。目からコンタクトレンズが余計ぼやけるよね。余計ぼやけるよね。目から鱗ですよ。ああ、そうか。じゃあ何を思ってるの？え、自分のやりたいことしかやってない。知ってる。私もそう。大事、大事。お腹空いたから拾って食べるみたいな。なんか、これは今なら、今なら気持ちが。あ、高揚してる時に今できる、今のワープしちゃうみたいなのなんですけど、なんか、これ今 iPhone 11すごいみんなビュー数見られるからやるとか、全然ないですよね。ない、うん、それはあるかな。あ、本当ですか？ちょっとやっぱり戦略的なね。うん。戦略的というか、まあでも、本当に、その聞いてる人のことだけ考えたら、そんな毎週毎週 VR チャットの話しないと思うんだよね。知らんがな。数字とか求め始めたらね、どんどんなんか、情熱がね、の、あ、新右衛門さんが登録ポチって。なんかね、王道やるしかなくなっちゃうかな。うん、そうね。いや、そのままがいいと思う。あの、ブロガーにありがちな受けるネタばっかりを書き始めて、何を書きたかったかわかんなくなる。そう、だからまあ、お仕事としてやるんだったらそれが大事なんだけど、うん。仕事は別に探します。あ、しました。食うのに困らない程度に。マルチタスクで。お、じゃあ、ちょっと、博士とチェンジします。どうぞ、そのままで私たちに移動するんで。いやー、博士、もう、音大登場、音大登場。今日やるのが一番大事。一番いけないのはさ、こうした方がいいよってアドバイスしているんですけど、あなたはそれでお金稼いでんですかというところがあるので、人のアドバイスは聞かない。人のアドバイス聞いたらみんな同じことなんかね、私よく言われるんですよ。あやのちゃんもっとこうしたらいいのに、ああしたらいいのにって、口だけ出してお金出さない人がいっぱいいるんですよ。口出すんだったらお金出す。そうそうそう。それ、それだ。一番いいのはお金を出してくれるが、何も差別しない人。ああ、そう、それだよ。お金だけ出してくれるしね。そういうやると仕事しないで、ただ。パトロンになる。ただの紐。ただ、あの、ね、その、こうやった方がいいよとか、あれが受けるよっていうのをやり出すと、あの、ね、山根博士、結婚は、年収はとか、そういうブログと一緒になってきてさ。
いかがでしょうかみたいな。結局最後いかがでしょうかね、最後いかがでしょうか。まあ生きて死ななきゃいいんだよ。死ななきゃね。死にそうだよ。死にそうなんですか。博士はもっと稼いでくれ。博士どこから来たんですか今日。ドイツ。今朝ついドイツでミュンヘン帰り。ミュンヘン帰りでしょ。ジャーマンダーク。で次は次は？グーテンタークとか。そうです。明日はちょっとこんなこと言うと。すごいじゃないか。明日たまたまアメリカ行きますけど。明日アメリカ行くの？たまたま。今日帰ってきて。俺もここまで無理はあんまりしない。ドイツ、日本、アメリカ。まだ去年、去年も、おととしか去年か。おととしか。去年、まさしく、ミュンヘンのフアウェイの発表会行きました。終わった日、発表会の日を、そのまま、ダッシュで飛行機乗って、翌日のニューヨークの ZT の発表会に行った方が、まだ手やってるから、まだ欧米に。まだ、まだ一日日本でこんなピチキボチャンネルで。ありがとう。こんな泣くのか。何しに東京に来たんだと。まあ、今回は変な話でどっちかのご招待なので。まあまあ、うん。あの、まあ、あんまわがまま言って、じゃあって言われるの怖いからさ。まあ、フルフラットの感じで。何言ってんですか、そんなね、そんなね、某リンゴの会社じゃない。ああ、やっぱ、ティアワンじゃないとこなかなかフルフラットにならない。ティアワンっていうか、基本的にはほら、だって。出してくれるだけありがたいと思わないと、そうだね、もうさ、この飛行機会社がいいとかさ、うん、うるさい人いるんだけど、成田じゃなくて、羽田がいいとか、そうそうそう、あとそのスターラがいいとかいるわけですよ。ああ、あの、マイル貯めたいからね。だから自分の金で乗って自分で貯めりゃいいじゃんっていうさ、何をあなたは言ってるんですか。で、そういうこと言う人増えるとさ、呼ばれなくなっちゃったりするじゃん。ああ。広報の人めんどくさくなってくる。え、呼んでいただけるだけありがたいって言って。まあ、そう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 。で、僕いつも言いますよ。で、そういうことお前が言うから出してくんないとか言われるのに、そんなもん知ったことじゃない人もいる。それは人によって戦略が違うので、まあ我々がお金ない人は、もう自費で行っちゃうっていうね、めんどくさいんで。潔くね。まあね。うん、面白かったら博士は現地に飛んじゃうタイプですよね、うんうん、まあ実際に本当にね2年前夏に台湾行ったじゃないですか数名で、うん、なんかめんどくさいインタビューとかさ自費で行ったからああ、うん、なんか今頃今頃音響の方のインタビュー来てくださいいや別にここないしだからかそこまでそこまで各メディアの当てがないけどとりあえず取材をしろみたいなこと言われて興味ないからね、うんうん、っていうのができるじゃないですかまあそうですね、まあ、で次じゃあそのアメリカ行った後は香港それの夜に香港に帰って、うん、そこがまたもしかしたら台湾が入るかもしれないでまた香港に戻るだから10月は10月はね、ドバイとロサンゼルス。あ、じゃあいないんですか ?13 の。香港に在住してない。香港をベースに。香港ベースに、拠点に。そう。香港在住じゃないよね。香港在住してない。にいると、携帯。世界中動きやすいわけですよね。まあ、まあ、幅な国ですから、ね。そうそう。あ、ちょっとニューヨーク行くかって。そういう感じです。だからね、あんまりデモの話すると、ちょっと。別に。ただ、それが今さ、デモのせいでさ、うん、やっぱり急に電車が動かなくなる。はいはいはい。ね、MTR 止まってたりしますよね。毎日見ますかそんな A だって言うんだけど、東京メトロのアプリとか。普通見ないでしょ、そんなに。今見ないとさ、わかんないんだ。え、駅閉鎖いや、この前も、地下鉄のさ、なんとか駅が今から閉鎖でエースとかさ。うん、まあまあ、でも本は別にあのバスもタクシーもあるし、そのあたり。なるほどね。ということで、はい、まあ好きなことをやろう、YouTube みたいな感じですね。高瀬 YouTube チャンネル頑張ってるね。あ、そうなんだ。高瀬自分で編集してるんだ。頑張ってる。いや、編集ってか、じゃあ、博士の YouTube チャンネル探してる。アドビラッシュが、ようやく Android でも iMovie ライフの動画ができるようになったわけ。とにかくさ、Android がクソなのは、いや、本当にね。Android ディス始まった。まあ、今回はフアウェイの発表会行ってきたんですよ。うん、で、インタビューもして、フアウェイのメイト30は、動画のために。で、すごいんだけど、撮った動画どうするのってとこまで考えてくれてないわけですよ。本当にさ。だから僕 iPhone 前買ったのも、iMovie のためだから。うん。で、ギャラちゃんは、ギャラちゃん、ギャラクシー。ギャラクシーちゃんとアドビと提携して、ああね。あの、ラッシュ4ギャラクシーって出して、うんうん、実際早いわけ。はいはいはい、はい。オッポと比べたら、うんうん、あの、ハングアップもしないし、うん、そこまでやんないとさ、だから、
作ったものを、だからシャープも一生懸命考えてるじゃん。なんか、ギャラクシーとかサムスンはいろいろインスタグラム4、うん、ね、ギャラクシーとか、そうそうそう、提携して最適化してますよね。ハードだけじゃダメだっていうのをアップ見てるから、うん、ソフトとの連携がないと使いにくいっていう。ワーウェイはさ、うん、それを考えずに、うん、あの、Google なしとかやり出しちゃったから、うん、大変だなって、うんうん。まあちょっとあの、これ見てるチャンネルの方は、これ録画これライブ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 。そっち？ライブそっち？今言っちゃいけないこと言います。違う。まああんまりスマホ興味ない人いるかもしれませんけども、メイト30の発表会盛り上がりましたというだけはね、言っておきましょう。次のね、どんなのが出てくる？あんまりその Google が乗らないって話最後だったんですよね。あんまりそのネガティブに取ってる人いなくて。向こうだったらね、日本だとちょっと困っちゃう。まあいいんじゃない？日本人は。アップル使ってりゃ。まあ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 。ていうかね、もう本当にカメラすごいから、まあ、今回 iPhone がようやく追いついたから、逆に言うとアドバンテージなくなって、まだフアウェイとかの方がいいんだけど、でも今までさ、何 iPhone の。あ、じゃあ iPhone 褒めてる。いや、僕は褒める褒めないじゃない。客観的にちゃんと、好き嫌いはまた別にね。あ、あるとしても。日本のやつじゃ好きじゃないとか、自社が。いけすかないとか言うけど、よくから、勝間さんも言ったでしょ？アップルは、製品はいい、うん。会社の姿勢が嫌だって、ね。ああ。もう、俺たち西海岸、百歩ってあれが嫌いなんですよ。アフリカの人たちどうするんですか？ああ、なるほど。そういうこと。ああ、西海岸百歩、確かにね。あれもね。ちょっと1分だけ話しさせていただければ、はい、どうぞ今の後に、ITU テレコムワールドってブダペスト行って、うん、それ国連関係のイベントだから、うん、ITU ってインターナショナルテレコミュニティ、うん、と、アフリカとかいろん、新興国が多いわけ。あで、ディスカッションするの。あのアフリカにもネットを、うん。で、そこに出てた中国メーカーのスマホが、うん、裏面がさ、へなってないわけよ。要するに格安1万円のスマホなのに、うん、光当てるとさ、シャープに反射する。ちょっと鏡のようになる。わかる、うん、普通安物ってさ、ウィコとかさ、もうほにゃほにゃじゃない。流し。なんかあの、すりガラスみたいに。そう。ふにゃふにゃしてる。さらに、フィーチャーフォンで2個あったのが、太陽電池ついてるわけよ。へー。もう、泣いた。泣いた。で、一応、野外で充電するそう。で、できるもんね。一つは、アウトプットバルで。もう、今泣いてるような話しない。じゃあ、その携帯電話の太陽電池パネルから外に充電するためのやつついてる。だから、お前すごいじゃんって言ったら、いや、僕たちは小さいメーカーって、俺絶対記事書くって言って、まだ映画人に書いてないけど、うん、いや、そう、だから、もちろん iPhone みたいなのは重要です、うん。ただ、そういう人たちのためを考えてる真面目なメーカーさんたちを馬鹿にしてはいけない。うん、いや、すごいわかる。だから、すべてね。確かになんか iPhone とか高級 Android 使ってると、そのバッテリーメーカーの太陽電池パネルを別で買って、それでスマホを充電しようって発想になりがちだけど。でもそれがなんか太陽電池すごいな、初めて聞いた。そのメーカーのとにかく格安じゃないって。本当にやばい。泣いた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 その時に、ここだけで話すのもったいない話。いわゆる Galaxy Note 10 Plus の 5G 版っていうのが、うんうん、ドイツで 5G 始まったの言ってなかったんですよ。うん、で、サムソンの人巻き込んで、もうマーケティングの人まで聞いて、うん、売ってるお前が行ってる店が悪いって言って、でも行ったの売ってねえんだって話になって、うん、とかロンドンで売ってるの分かったので、5G 始まったから、じゃあロンドン行ってやるよってことになって、ブダペストは結局止まんないで、朝ブダペスト着いて夜にどんどん飛んだ。そこまで苦労して何もなかったらなと思ったらそのアフリカですよ。こんな素晴らしい。こんな素晴らしい。なんか、あの、まあうん、ちょっと話が変わっちゃいますけど、うん、あの、iPhone、Android シェア率みたいなのあるじゃないですか、中継で、うん。で、日本は 63% iPhone で、世界でトップだと。で、うん、まあ、アメリカとか、オーストラリアとか、スイスとかも iOS の方が多くて、他の国は大体 Android がシェア多いとかって、で、その中の集計で実際を放ってるのがインドで、Android のシェア高いんだけど、謎の OS のシェアが高いみたいな集計が出てるんです。iOS でもなければ、Android でもない、何かみたいな。あって、iOS、うん、うん、まあ、iOS だった。あ、多分そうだと思うんですよ。iOS、うん。ほら、伊達に、ダテンじゃないですよ。で、なんかあの、なんかまあ日本の経済だと中国とこう近いってのもあって、中国市場が将来性があるみたいなのがあったけど、インドの
経済規模とかもすごくなるじゃないですか、これから。その時に、iOS でもないし、Android でもない何かが、すでに超大国で動いてるとかっていうのを、結構知らない人多いんだけど、でもみんな、もう iPhone か Android 以外スマホじゃないみたいな、日本人の人ばっかり。意外と盲点だよな、思って。iOS はね、スーパーフィーチャーフォンって言われてるんですよ。で、Google が出資したから、フィーチャーフォンなんだけど、Google マップとかも。ただでもその、まあ、Facebook ライトとか、軽いアプリしか動かない、軽いアプリしか動かないけど、まあ、要するに、で、通話と SMS だけじゃなくて、ちゃんとそのスマホの人ともやりとりでね、ジオリアイランスっていう、あのまあ、格安、ちゃんとしたキャリアなんだけど、低価格キャリアが出てきて、そこは、大々的に言ってるんですよ、うん。俺はいいからいいから。大丈夫。もうね、1時間以上。時計見ながら。じゃあ続きは、山根博士のチャンネルでお願いします。今日ね、はい、本当は今日俺、ほら、あれなんで、11時から。最後、最後。山根モバイルショーがこの後11時から。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、寝るやるんで、ぜひ。やれたら、YouTube で。いや、YouTube。そのままここでする？ツイキャスでやれたらやりたい。どうぞどうぞ。はい。じゃあまあそんな感じで長くなりましたが、そんな感じで今週もありがとうございました。盛りだくさんでございました。明日ユーストで見てね。明日ユーストで見てくださいね。ありがとうございました。なんか締めの言葉あるんですか？こういうのないね。ないね。作んないとね。そう。今度ピチ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 。あれ、あの、ブンブンみたいなのない？ちょっと考えようか。では、ぜひ、チャンネル登録と、高評価とよろしくお願いします。お願いします。おやすみなさい。どうもどうも。こっちで止めないといけないよね、まさみちゃん。バイバーイ。すごいね。結構、意外に広角なのね。そうそうそう。広角レンズを使ってるんだよね。あれ、どこで止めんの、まさみちゃん。キャノン。右上。ありがとうございます。配信。急遽。こちらこそありがとうございます。